皆さんこんにちはレクセイニー講師の森ですそれでは本日のタイトルはこちらです大学1,2年生から目指す公務員試験ということではい皆さんさあ始めましょうということでちょっと私邪魔ですね、えー、この大学1年生の皆さん公務員ってどんな試験を受けていくのかな絶対私は公務員になりたいという方から えー、まだまあ大学1年生になったばっかりで、まあ、将来のことを考えてちょっと聞いてみようとかさまざ、あ、まな方がまあいらっしゃると思いますけれども、まあ、本日はじゃあ皆さんせっかく公務員になろうとそういう気持ちがある時にじゃあ何をしたらいいのかそれからまあどのような勉強が必要でそしてレックではどのような講座コースを皆さんにご提供できるのかこういったことをお話ししていきたいと思います。 えまずはま皆さんですね就業、えー、就職ということを考えた時に公務員っていいな公務員はどうなんだろうまあ、そういう気持ちが終わりになると思いますで本当に大学1年生から、えー、そういったその先々を見てですね動けるっていうのはま大変素晴らしいことだなというふうに思いますやはりま早め早めのスタートがまあ、皆さんのその就職内定率まあ、これをどん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 高めていくんだと思います。 そして就職ということを考えたときにこれは公務員も同じなんですけれどもどんなことが必要なのかちょっと見ていきたいと思います。 まずは12年生から就活力を高めていただきたいということで例えば公務員試験に合格をして内定または民間企業さんで内定をいただくこれもいずれも同じように就活の中の一つの流れになるかと思うんですけれどもその中でですね、やっぱりいろいろなことを早く始めれば就活力全体が非常にアップしていくんだこれは本当にもう揺るぎざる真実であるというふうに思ってください。 じゃあその中でどんなことが求められるんだろうというところなんですけれどもこれはですね民間企業さんも公務員も今かなり試験が近づいてきているというところはございますがやはり民間企業さんよりも公務員の方が知力っていうところで学会試験がやはりりり民間企業さんよりも少し難し難めになっております。それから民間企業さんでも作文を書かせるところはございますが公務員の場合にはかなりしっかりした論文というものを書かせるところす。 ところが多いですでそれからやはり就活を乗り切っていくためには、まあ、体力も必要ですねでそれからもちろん面接の中で皆さん自身の人間力が問われていくっていうことになるんですで従いまして、えー、公務員を、えー、公務員試験を受けて内定を取るそれから民間企業さんを受けて内定を取るいずれにしても、まあ、この3本の柱っていうのは、まあ、必要になってくるのかなというふうに思っております そこで本日はですね先輩たちがどのように公民試験対策をしていつ頃から勉強を始めてどんな勉強をしたのかそういったことも含めて皆さんにお話をしていきたいと思います。それでは本日使っていきますのはまずはお手元にですねこちらのパンフレット終わりでしょうか。 本校でレックの本校でですねこちらの説明を聞いていただいている方にはお手元にあると思うんですがウェブでこの説明を聞いている方はちょっとお手元にはないと思うんですけれども画面の方にですね映していきますのでちょっと画面を注視していただければと思います。それかららもう一つですねこちらの公務員試験ガイド行政2020年版 本校でこちら説明を聞いている方はこちらもお配りしておりますのでちょっとお手元にお手元をご確認いただければと思います。 それではではすねまずは先輩たちがですねだいたいいつ頃から勉強を始めてるんだろうこれは皆さんあのちょっとすごく気になることではないですかで公務員というのはたくさんいろんな種類がございますので、まあ、いろいろなところを併願していくということができるんですけれどもじゃあ先輩たちは公務員っていつ頃から勉強を始めたのかなというのはとても気になると思うんです。 でまずはですねこちらをちょっと紹介したいんですけれど、えー、合格者のアンケートというものを、えー、先ほど、えー、お表紙お見せいたしました、えー、こちらのパンフレットの方でまあ、紹介しております、えー、まずはですねどのぐらいから勉強合格者ですね先輩たち始めましたっていうところで、えー、やはり多いのはですね、えー、その受ける年の 1>, 1月から3月つまり2年生の1月から3月の方やそれから3年生になったところでの4月6月ということでまあ、おおよそです、ねまあ、1年ちょい前ぐらいからちょい前というか1年23ヶ月ぐらい前または1年前から始めたという方がだいたい半分,半分ぐらい半分以上半分,ちょい半分ちょいっていう感じですかねいらっしゃいます。 でそしてですねもっと前から始めたという方ももちろんいらっしゃるんですけど、えー、特にこちらちょっと文言ちっちゃくて申し訳ないんですけど学生さんということに絞りますと学生さんはですねやはり大学で授業を受けなきゃいけないですし当然単位を取って試験にも合格しなきゃいけない。 それからアル,バイトもしなくアルバイトもしてるだろうしそれからサークル活動であったり3年生になったらゼミなんかもございますからやはり学生生活とても忙しいですよね。でその中でこう充実した学生生活を送っていくっていうことはやはり面接の時にご自身がどのように学生時代に成長してきたのかっていうことをやはり示すっていうことも必要になってきますからやっぱり充実した学生生活っていうのはとてもとてもとても大事なんです。 ですから特に学生さんに絞るとですね本当にあの学生生活も充実させてそしてしっかり公務員試験をやっていこう、まあ、こういう方がやはり本当にしっかりした方が多いのでスタートとしてはですね学生さんに絞ると大学2年生のスタート大学2年生からスタートしている方が全体の31%を占めているんです。そしししててて近年非常ににこのですね学生ささんに関しましては早期スタートされる方が大変増えて おりますなんでそんなことを早くからするのかっていうことをちょっと後で説明していきますがやはり皆さんですね今申し上げましたように公務員試験で内定をいただくそれからもちろん民間企業さんで内定いただく時も同じなんですけれども特に公務員の場合は筆記が受かればじゃあそれで OK かなっていうとそうではないんですね。 やはり筆記がもう一つ大きな関門としてドーンとあるわけなんですけれども、まあ、しかしながらその先にやはり面接というものがございましてで近年はやはりどこの自治体ででもも、えー、国家公務員でも面接が大変重視されております。でその時にじゃあみんな、えー、面接官がですね「皆さん、えー、学生時代に力を入れたことは何ですか?」というふうに聞かれた時に「公務員試験の勉強です」っていうふうに答えてうまくこの面接が通るかって言ったらこれはほぼ無理だっていうふうにお考えください。 やっぱり皆さんがですね、多くの方にあってまたは多くのチャレンジをしてそして苦しいことをこう頑張って把握縛って乗り越えてでそして皆さんが成長した姿でそれがですね、何で大事なのかっていうとそれが仕事をしていく上でも今までの皆さんの過去というものを面接の時に知りたいのはどのぐらいのこの人は山を乗り越えてきたのかなあこんな頑張ってこんな大きな山を乗り越えてきたんだったらば きっとこれから仕事を続けていっても同じような山はもちろんのこともっと大きな山をきっとこの子だったら乗り越えられるだろう、えー、そういう予測がつくんですねですから、まあ、今後の伸びしろはどのぐらい伸びていくのかなっていうことを、まあ、皆さんの学生時代を見てて、まあ、面接官は判断していきますで従いましてやはり公務員試験確かに引き試験関門なんですけれどもそればっかりやっていたのではやはり面接が通らない。 じゃあ、えー、やはり面接をあのしっかり、えー、通っていくために、まあ、学生生活を充実させいろんな人にはいろんなチャレンジをして、えー、多くの困難を乗り越えていただきたいんですけれど、まあ、そうするとですねドドーンとこう、えー、立ちはだかっている筆記試験 じゃあこれはやはり同時並行で学生生活を充実させるとともに早くこれはスタートした方がきっと有利なんだなっていうことはお分かりいただけるんじゃないかと思います。じゃあその筆記試験ってどんなものが出てくるんだろうっていうところなんですけれど今度筆記試験の内容に関しましてはですねこちらの公務員試験ガイドの方をちょっと見ていただきたいと思います。でこのの公務員試験ガイドの方ではではすね 具体的なその公務員試験の流れというものが、まずは13ページのところに書いてございます。ちょっと移しますね。13ページのところにま合格までの流れということで、 まず一番最初にまあ国家総合職がでその次にはですね国家総合職がまあ日本の百年後を考えてまあ政策を立案していくのに対してそのまあ実行部隊になって各省庁で動いていただいているのが国家一般職ですそれぞれの省庁によって全然仕事が違ってくるんですけれどもそういった国家公務員で働いていくときはそれぞれの省庁で別々に試験をしているのではなくて国家一般職という形でまとめて引き 試験をしまとめてて面接があってですねでその間官庁訪問というもので、まあ、自分が経済産業省行きたいなとか文部科学省行きたいなという時に、まあ、それぞれ民間企業さんを回るように官庁訪問をしていくんです。 でですので、えー、霞が関の省庁やその出先機関で、まあ、税関であったりハローワークとか、えー、そういったところで働きたいなっていうふうに思ったときにはそれぞれ別個に試験を受けるのではなくて国家公務員とししてて一一一つ統統試験ががごござざいいままの面接がございますでその間にです、ね、国家一般職の場合にはそれぞれ皆さんが行きたいあの省庁に対して個別に官庁訪問するという。 ちょっと変わった形になってるんですけれども、まあ、そういういい流れがございますでそして筆記試験のところは <coughs> 基礎能力試験とそれから専門試験そして行政を受ける行政事務を受ける方はこのように筆記試験だけでもですねだいたい小学校中学校高校まででやった範囲がまみになってくる、えー、基礎能力試験とそれから大学で学ぶような科目が課せられる専門試験。 でさらには今日本が課題どのような課題を抱えていて今後どうしていくべきなのか、まあ、そういったです、ねまあ、政策課題というものを書かせる一般論文えさらには、まあ、面接試験が人物試験のところでありえさらに各省庁に訪問してです、ね、内定をいただくという形で、まあ、今聞いただけでわあ大変だなというふうに思った方も多いと思います。 たちがですね、えー、しっかりマレクで合格されております。 こういった先輩たちに皆さんもぜひ続いていただきたいんですねそれから同じようにですね国家公務員なんだけれどもちょっと行政事務各省庁で働くということではなくて国税専専門門官といいう職、まあ、職がござまますすす、えー、月の脱税なんかを取りりり締まったりしたしるあの職業ですねでそしてその国税専門官というような、まあ、いわゆる国家公務員の中では専門職というふうに呼ばれるんですけれどこの専門職にあたる国税専門官の場合も、まあ、筆記はですね基礎 能力事件。 中学高校までやってきた範囲が主になっている基礎能力試験と大学のところで学ぶ専門科目というものが課せられる専門試験これ両方とも択一なんですけれども五試択一になっているんですがさらに国税専門官の場合はですね憲法とか経済とかそういった専門試験が記述式で課せられるんです。そそしししててて面接試験のの後に合格発表れれぞ税れ税務署で税務署署で訪問などをして 内定をいただくっていう流れになるんですね。じゃあ地方自治体はどうなんだろうっていうところなんですけれど、えー、地方自治体でも、ま、試験の中身とかは、ま、流れはそんなに大きくは変わりません。えー、地方自治体の方はですね。 裁判,所裁判所なんかもこれは職員さんが、えー、とあの公務員試験の中であの皆さん法学部の方とか別に法学部の方でなくてもよろしいんですけれども、えー、特にやはり女性に意外と人気なのがこういった裁判所の試験でも、えー、専門試験のところでまあ憲法の規律がございます。 そして、えー、自治体などでまあ東京都やそれから特別区というのが二十三区が合同で試験をしております。それからちょっとここでは、えー、県庁代表として愛知県載せさせていただいてます。いずれもですねやはり、えー、教養試験というのが国家、えー、公務員の基礎能力試験と同じです。でそれから専門試験というのが、えー、やはり大学で学ぶ憲法や経済とか政治学など、えー、こういったものが専門きゅ専門試験の中で課せられるんですけれども、都、ま、庁、あの場合には。 そういった専門試験が記述になっていたりそれから特別区23区は合同で試験をするんですけれど、まあ、そういった時にですね専門科目は卓越なんだけれどもやはり都庁も特別区も課題式の論文行政課題に対して今後どういう取り組みが必要なのか。 こういったことをしっかりまかせるあの試験もございます。それから、愛知県の場合は1次のところではま教養試験と専門試験なんですけれど、2次のところにま論文が入ってきて、ま面接とあの論文がま1次の評価課題になっているんだ。だ でこの2、えー、次の評価2次試験の時にこの論文の出来を評価しますっていう自治体でもですねその1次の時に、えー、みんなが集まりますからその時に,同時に論文ももも書いいいてもらうっていうところも多いです。1次の時に書いてもらうんだけれども評価は1次合格の後の人のものを読んで2次,二次の,その合格不合格に、えー、その点数を、えー 加算加算というか、えー、対象にしていくまあ、そういうところもございます。で、その自治体というのはそれぞれ自治体ごとにね。あの採用試験というものが行われておりますので、えー、なので、皆さんの地元の市役所とそれから県庁や。 それから、東京の方で当庁はどうなんだろう？っていうことで、まいろいろやはりですね。自治体ごとに試験のバリエーションがございます。で、しかしながらですね。そんなには大きくは変わらないんですね。まあ、少しずつ少しずつこう。バリエーションもあるんです。けれども、やはり共通して勉強しなくてはいけない。科目などももちろんあるんです。じゃあどんな科目が出てるんだろう？っていうところをまあちょっと見ていきたいんですが、まあ、科目といたしましてはですね、えー、ちょっと移していきますけれども。 はいこちらになります。えー、19ページ今写しているんですけれども、まずはまあ教養試験基礎能力試験、えー、こちらについてちょっと説明をしていきたいと思います。えー、まずは縦のこの欄がですね。 公務員試験で課せられる科目になっています。で、そして、こちらの横、こちらの横がですね。まあ、それぞれ、今、先ほど申し上げたように、まあ、公務員とて言っても、本当にいろんな種類がございまして。その公務員の試験ごとに、まあ、少しずつですけれども、出題の内容が異なってます。少しずつですの、ですので、まあ、そんな心配しなくていいんですけれども。まあ、大体一緒だけど、ちょっと違うみたいな感じですね。えー、それでは、えー、まずはですね、まあ、国家一般職をちょっと見ていきますけれど、例えば、国家。 一般職でしたらばこう縦にこう見ていっていただきたいんですね。英文が5題で現代文が6題、それから判断推理が9題、数的えー、推理が4題、え資、ー、料解釈が3題っていう形で、えー、このですねこかえー こう縦に見ていっていただければ、えー、横と合わせて科目数が、えー、理解していただけるかと思います。でそこであれこれなんだろうと思った科目としておそらく皆さんこの数的処理というものがあれこんなの高校で聞いたことないなっていうふうに思ったと思うんですね。あとはですね今まで皆さんが、まあ、中学高校でやってきた科目になるんです。えー、数学や物理や化学生物地学や思想、えー、の臨社でやったところだと思います。まあ現代思想という形で 現代社会でやられた方もいらっしゃると思うんですが日本史や世界史や地理それから法律政治っていうのは こここれは公民やや政治経済えこういったところでやったたとろで科目になりますそして経済や社会えそしてもう一つやはりこれは就活な就活っていうことだからっていうわけではないと思うんですけれどもえそれに加えて、まあ、時事事や社会事情えこういったものもの出題されてくるんですでそこでじゃあ大体は確かにね高校や中学まででやった科目だなっていうふうに思っていただけたと思うんですけれどもじゃあ数的処理って一体どんな科目なんだろう今まで見たことあるものなのかな とというふうううふににちょっと皆さんん疑問に思うと思うんですね例えば数的処理ってどんな問題なのかっていうことなんですけれどもちょっとウェブで見てる方は画面の方をじーってちょっと見ていただきたいんですけれど例えば数的処理の中で判断推理と呼ばれるものの対応関係のの例題っていうのがこちらになります A から E の5人はそれぞれ,1冊とそれ,ぞれ本1冊とテープ1巻を持ち寄って貸し借りをしました。 全員本とテープをそれぞれぞ別の人から借りましたこういったところが大事ですね。全員別々の人からそれぞれ本は本で A さんからテープは B さんからっていう形で別の人から借りました。いかのことが分かっている時に確実に言えるのはどれですかっていうことでまず A は B と C から借りましたっていうことが分かってますよ。でさらに A の本と D のテープを借りた人の本は B が借りましたよ。 っていうようなことが分かってるんですね。で、この a の本と d のテープを借りたい人っていうのは、当然のことながら a でもなければ d でもないですよね。じゃ、あ a でもなくて、d でもない人からの本を b が借りたっていうことは、この a の本と d のテープを借りたい人は b でもないっていうことが分かりますね。まあ、こういったことをパズルみたいにしていくんです。 特に後でちょっとご自身で、ね、考えてみていただきたいなっていうふうに思うんですけれど、まあ、このようにですね A から ABCD さんまでそれぞれこう丸く書いてみてそれぞれ手が2本ありますから1つに本を持っていて1つにテープを持ってるんだそして A は B と C から借りた何を借りたかわからないけれどもこうやって線を敷いていってみよう。 というの形で、ね、解いていくんです。で、こういうのはあこういうなんかが面白そうって思っていただいたらよろしいかな。それから、もう一つは速さの例題。これが数的推理のまあ、速さの例題なんですけれど、流れの速さが毎分 40m で一定の川の上流の a 地点と下流の b 地点の間を船が往復していると。 この船が B 地点から A 地点まで登る,時間登るのにかかる時間は A 地点から B 地点まで下るのにかかる時間の1.5倍であるとこの船の登りの速ささを求めなさいで。ただし川を上っている時の船の速さと下っている時の船の速さはそれぞれ途中で変化しないんだ。 といいいうことで、えー、こでででれはすすねね距離が出出ててななんです、ね、で時間も具体的に出てないじゃあどうやって解くんだろうっていうふうにちょっと不安になる方もいると思うんですけれど比、まあ、で解いたりとかそれから距離を 1, を1と置こうとか、まあ、いろんなパターンで皆さんですね数的の先生がこうやったら早く解けるんだよっていうことを講義の中で教えてくれます。 でもちろんあこういうのをやったな中学中学受験の時にちょっとやったかもって思う方も真ん、まあ、中にはいらっしゃったかと思います。でこのようにですね、まあ数的処理というものは高あれごめんなさい高校までの科目はあまりこういったものが特別なかったと思います。ちょっと算数と数学とは違うで、えー、こうなんかちょっとパズルみたいなものもあるんだ。でこういった数的処理がですね今見ていただいたように、えー、かなり公務員試験の筆記試験の中では出題数が多いんです。 でこれはですねやはり先輩の中には苦手とする先輩方もまあ結構多,か多いですね。ね で特にその問題のバリエーションというものが大変多いですのでやっぱりですね、まあ、一つ一つその問題を、まあ、しっかり解け方を理解してやっぱりですねひらめくというのは理系の方はひらめくと思うんですけれど、えー、やはり今まであんまりそんなに算数や数学が得意じゃなかったかなとう思,う、えー、思う方はですねなかなかこう新しい問題を見てひらめくというのはなかなか難しいのかなというふうに思います。 じゃあ先輩たちはどういうふうにクリアしてきたのかっていうと、まあ、一つ一つ講義の中で勉強したそしてその数的処理の問題を 必ず解けるようにしてでそして、えー、大体本試験でもですね似たような問題が出てきますから、えー、そういったその似たような問題が出たときた時に、まあ、必ずきっちりクリアしてやるっていうところが先輩たちの、まあ、勉強の仕方であると思います。でそれからじゃこんなにたくさんねいろんな科目が出てくるんだけれども先輩たちこれみんなパーフェクトにやったのかなってみんな心配になると思うんですが、えー、こちらの方の科目はですねやはり。 あの全部マスターする人を公務員として取りたいということではなくて。 この公務員はいろんな方が受けます例えば一般職一つとっても、えー、行政職もあれば、えー、建築土木それから電気自転子物理とか、まあ、さまざまな区分があるんですしたがいましていろんな人がこの基礎能力試験を受けますからじゃあ今まで皆さんが勉強してきた中で得意な科目で得点してきていただいたらよろしいですよというような形で、まあ、試験の公平性を担保してるんだというふうにご理解ください。なので一問一問問とかね、まあ どこの試験もそうなんですけれど、本当にそんなにたくさんの出題数が一つの科目に偏ってるっていうことはないんです。やはり広くやはりあの浅く勉強していって、当日確実に基礎的な問題を解く基本的な問題を解くっていうのが得点得点力がとっても向上します。だから一個一個の科目をですね、あのものすごくあのしっかり勉強してもう全部マスターして100点取らなきゃいけないのかって言ったら、まあそういう試験ではございません。えー、こちら教試験でした、ね。 ならば6割取っていただければほぼ合格一時合格一時合格ですねまあ、一時は突破できるっていうふうに思ってくださいで捨て科目が1つ2つぐらいあってもよろしいんですけれどもやっぱり当日ですね どの科目が難しくなってどの科目が簡単になるのかっていうのはやっぱり当日問題を蓋を開けてみないとですね問題ごとに難易度ってやっぱり違うんですなので科目をあまり絞り込んでしまってですね例えば自分は文系だから日本,史と世界史日本史と世界史と地理だけやろう。 でこっちの物理や科学や生物や地学なんかはもうやんないぞっていうふうに思ったとして当日こういう冊子を開いてみて「はい始めてください」って言われて開いてみたらばことその年はね日本史や世界史や地理の問題がすごく難しくてちょっと覚えていればできた科学や生物の問題が12問出てたっていう時に。 やややっっっぱり生物や地学もやってたらよかったらかなというううに絶対思うと思うんです。なので基本的なところはですねなるたけ捨て科目を作らずに、まあ、広く基本的なことを押さえてそして当日はですね「はい始めてください」って言われたならばパッと冊子を開いてで自分が解ける問題をチャっチャッチャッチャチャと解いていくっていうのが、まあ、一番得点力が上がります。 それから英文や現代文に関しましても、えー、これはですね、センターレベルの文章を読んでですね、内容に合ってるのはどれですか、まあ、ただ現代文の場合にはセンターより少し問題文が難しくなりますけれども、うん、英文はセンターレベルの問題を読んで,でそして内容に合ってるものを選択肢の中日本語から選びなさいというものがほとんどです。 現代文は哲学であったり心理であったり心理学であったり、まあ、少しですねこう、えー、皆さん大学1年生にとっては聞き慣れないようなまあ用語ですね。 プリ,オリニとかそういったようなその哲学的な用語なんかが現代文の中には入ってきますのでやはり大学生活を通じてですね12年生のうちからしっかり大学の勉強をしてそしてたくさん本を読んでですねちょっと例えば法学部とか経済学部の方も心理学であったり哲学のそういったちょっと本当に簡単めの入門みたいなものでも構いませんので評論文を読んでいくとですね圧倒的にやはり現代文やそれから英文もそうですね 得点力が上が上っていきますもちろんどうやって解いていくのかっていうのは講座の中でやるんですけれどもやっぱりそのベースとなるものを12年生の中からうちからしっかり作っていくとですね本当に皆さん就活が ととってもスムースにいくと思いく思ますよでそれから、えー、公民の分野から出てくる、ま、法律やそれから経済えそして社会や事情など、えー、こういったものもですね専門科目と被ってくるんですけれどもやはり、えー、問われる知識の中で問われるものっていうのは、えー、社会事情というものが皆さんに、えー、社会事情に皆さんがアンテナを張り巡らしているのかなっていうこともとっても大事なんです。 今社会でどんなことが問題になっていてどのような取り組みをしているのか今後何が課題になっていくのか公務員の仕事というのは今起こっている課題に対してそれを基本的には解決していくということが一つ大きな公務員の仕事の中にありますよね。ですのでやはり皆さんはどんなことが課題で行政がどのようなことをしているのかこういったことは当然していかないといけないかと思います。 そういった意味でですね早くから対策を始めていきますとじゃあ公務員の仕事ってどんなものなんだろうとかねそういったその情報に触れる機会も大変増えてくると思いますそれからいろいろなその説明会なんかもこうポジティブに参加していただきますとモチベーションも上がります、えー、公務員の仕事ってなんとなく安定それからライフワークバランスを実現できるそんな風に考えて今これご覧になっていただいた方もですね こんなに楽しい仕事があるのかこんなにやらがいのあることがあるのかっていうことで本当に目から鱗うろこみたいな仕事の内容というものもたくさんあると思います。 そうしますと勉強していくにしても、まあ、今までこうもう頑張ってやるしかないんだみたいに思っていたことがもうぜひやっぱり自分自身やってみたいよし頑張るぞみたいな形でもう全然違ってくるんですね。やっぱり早くから皆さん、えー、意識を持っていう意って何やってるのかな勉強何が大事なのかなこういうことにちょっと今回チャンネルを合わせていただいたということは非常に大きなアドバンテージ一歩だと思います。でですすから皆さんですね このまま分かったプチって止めて何にもしないのではなく、まあ、どのような形にせ,ろせよ、まあ、一歩動き出していただきたいなというふうに思っておりますでは社会にその焦点あのいろんなあの意識アンテナを張ってくださいというふうに申し上げたけれど専門科目ってどんなものが出るのかなというのがその次です。こ、えー、こちらははページののののところを写しております専門科目ではどのようなものが出題されるのか 先ほどと同じようにちょっと国会般食のところを縦に取っていきましょうか、えー、国会般食では、えー、憲法や行政法それから民法はですねちょっとその勉強量が多くなりますので相続、えー、物件とそれから債権家族法のところで民法は1と2で分かれておりますなので全部で10代出題されます。 それから経済言論も非常に勉強が大変なので、ミクロで5代、マクロ経済から5代ということで、こちらも10代が出題されます。それからその他には、財政学であったり、それからその他には、政治学や行政学や社会学や国際関係、経営学や、それから英語もございます。英語はですね、かなりこちらは難しいです。 かなりこうネイティブな英語に日頃から読み慣れていてそしてその独特の表現ですねそういった英語独特の表現なんかをしっかり身につけていると国家一般職の場合には英語ででで専門科目がが受けるることができるんですねでその他にも心理学や教育学など、まあ、広く用意してるんですけれど今用意してるというふうに申し上げましたのは国家一般職の場合にはですね80代出題されるんですけれど 科目選択になるんです科目を選択して当日回答していきます え、つまり、まあ、憲法を選択して、行政法を選択して、という形で。まあ、全部で一科目、まあ。えー、例えば、民法だと、一と二に分かれているので、一と、一を一科目、二を一科目。っていうふうに考えさせていただきまして。一科目、五問が出題されますので。八科目を選択して、えー、当日答えていくっていう形になっているんですね。で、それから、例えば、地方上級、関東型。え、こちら見ていただきたいんですけれども。え、地方上級、関東型については。憲法を読ん四代。 行政法5代にそれから刑法が2代に民法が6代。 労働法ががに経済言論が11台それから経済政策や財政学が3台4台で経済史聞もちょっと出ますよそれから政治学行政学が2問2問でそれに社会政策が3台国際関係が3台といろいろやはりちょっとバラ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 出てるんですけれど地上の関東型地方上級というのは地方公務員の上級大卒程度の試験というふうにご理解ください。でそののの中で全国のあの 道府県で県で庁や政令市が A にてあの6月の第4週に一斉に試験をするんですけれどその元になる試験が一緒なんですが元になる試験が一緒なんだけれどもその元になる試験から各自治体が どの問題を自分の自治体で,で試験に用いるのかということをちょっとピックアップするんですでそのためにえ都道府県ごとに少しずつちょっと問題数が変わってくるので、まあ、大きく、まあ、予備校ではですね全国型と関東型と中北型、まあ、このように分けさせていただいてるんですが例えば全国型ですと40問出題されて40問筆頭なんですが関東型ですと50問出題されて40問の選択になるんです。 こちらは問題ごとの選択にな,るんです、ね、なので当日ですね簡単な問題解けそうな問題をピックアップしてどんどん解いていくっていう形になるんです。 それぞれ試験によって少しずつは違うんですが、まあ、しかしながらですね、どこを受けるにしても必ずこの上、ね、科目をコアにしておくと得点が安定しますよっていういわゆる専門科目のコア科目が、まあ、憲法であったり行政法や民法、それから経済言論や政治学なんです。こちらの科目はちょっと横に見ていただいていくと、大体どこを受けるときにも。 結構がっつり試験の出題数があるなっていうのはご覧になっていただけるかと思うんですね。でこういったコア科目をしっかりやっておくことで実際にその皆さん先輩たちもね公務員っていった時に最初は地元の,その県庁であったり地元の市役所が行きたいなっていうふうに思っていても実際に勉強を始めますとあこんなにたくさん受けられるんだっていうふうに思ってですねであのいろいろなところを併願していて だいたい5つや六つぐらい閉館していく方が一般的ですで従いまして、えー、公務員の勉強ってとても大変そうだな本当にこんなたくさんの科目自分自身で,できるのかなというふうに思うと思うんですけれど勉強は時間をかけていただければ必ず皆さん合格ラインに行くと思いますやっぱり時間が大事なんですねもちろん勉強には質が大事なんですけれども特に今見ていただいたように公務員試験というのは大変科目が多いんです 例えば皆さんが法学部でも経済があんなにたくさん出題されているのかそれから皆さんが経済学部でも法律や政治も出題されているんだなここで皆さん心配していただかなくていいのは例えば文学部であっても心理学部であっても教育学部であってもそれからいろんな福祉系の勉強している方もですねどんな大学で勉強している方も公務員試験は皆さん一から予備校を通ってやっていただきましたらば。 本当に皆さん合格されています、えー、合格者の,その,あの学部なんかを見ていただいてもですねもちろん法学部や経済学部の方も多いんですけれども、えー、そうでない方ももちろんたくさんいらっしゃいます。 例えばですねこちら合格者は横浜市や特別区に合格されてますけれども文学部で勉強されていた方ですしそれから国家一般職や国税専門官やそれから埼玉県特別区国立大学法人本当にたくさんものすごい頑張って受かってるねっていう方はキャリアデザイン学部というところのご出身です。ててここの方はですねやっっぱりんんなにたたたくさん受かか年生から始めていたっていうことう 大変大きいんじゃないかなっていうふうに思いますやっぱりそれぞれの試験の特徴というものがございますけれどもやっぱりコツコツと積み重ねていけば筆記試験というのはクリアできるどの学部でもクリアできるものなんだまずはそのあたりは心配なさらなくてよろしいと思いますでただやっぱり時間は大事だよっていうことはあると思うんですねしっかり時間をかけていただきたいんだ じゃあどのぐらいの時間をかけたらいいのかなっていうところなんですけれど大体ですね知力ということで筆記試験を突破していくには教養で6割専門では大体7割ぐらい欲しいんですけれど専門も教養も6割きっちり取っていただければ一時は突破できると思います。 でその1次を突破するための勉強時間筆記試験を突破するということでどのぐらい勉強時間がいるかなというところなんですけれど、まあ、一般的には1000時間は必要であるといいう,うに言われています。今見たように科目が大変多いですね。 それから自分自身が大学で勉強していないあの科目もやらなくてはいけないですし、それからまあ教資験の中でも数的処理なんかは繰り返し繰り返し時間をかけて同じ問題を二回三回四回解いていって解き方をもう体にですね叩き込んでおくっていうことが大事なんですね。もうこれはもう筋トレと同じで、もう体に染み付けておこもう体に叩き込んでおいて、え先ほど出てきたみたいな問題が見たらば、もうすぐパッと読んだら さっと手が動くみたいな形にこう訓練をしていくようなイメージになるんですだから同じ問題をする適所なんかは何回も何回も多くでこれが経済言論も同じなんですね、えー、経済言論なんかにはこう微分なんかが出てくるんですけれどやっぱりそれでこうちょっと苦手意識を思う方も多いんですがましかしながらやはり問題をしっかり理解して繰り返し繰り返しとく本当に経済言論も似たような問題が出てきますからえそういった基本的な問題を落とさないように繰り返し繰り返し問題演習をする それから民法なんかも覚えることが結構ドドーンとあるんですね。ですので、そういったことをやっぱりコツコツと覚えていく。の今までみ今までだごめんなさい。私なんか昔の学生時代は一夜漬けだったので、思わず口から今までみたいに言っちゃいましたけれども、皆さんはそうじゃなかったと思いますが、しかしながらまあ定期テストの時のようにですね、短い短時間でキュッとこう集中的に覚えるっていうことだと、とてもとても覚えられるような量ではないんです。 本当にこうコ,ツコ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 ツやっていきながら地味にじわじわじわっと自分の中にこう、えー、定着していくっていう時間も必要なんですね。でそして先ほどちょっとお見せしたように受けたところ全部受かりましたみたいな方はやはり2,000時間ぐらいやられてる方も多いです。いや自分はこの一点突破とい,い,いうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんだけれどもこれ就職活動なのでやっぱり一点突破って心配じゃないですか。 やっぱりあの勉強を始めたからにはいろんな公務員を受けてですね、皆さん、本当にあの、まあ、滑り止めって言っちゃおかしいんですけれどもやっぱりいろんなところを受けてそして最後に本当に行くところを1個選んでいただければいいんです。 これは公務員も一緒です。えそれから大学受験と大きく違うところは、え公務員の場合には受けるのにお金かからないんですね。でそうしますと、やっぱり五六個はせっかく勉強したんだから受けてくださいっていうことです。でそうすると、え自分自身もですね、本番の前にちょっと受けられる試験がありますし、それからやはりいろんなものを受けることでこうなんていうんですかね、慣れてくるっていうのもあるんですね。これは就活ですから、やっぱり一回勉強を始めたならば。 できるだけけたくさん試験を受けて閉館を受ていててしいそしてみんな受かったならば最後に内定をもらってもですねお断りしても別に全然怒られないちょっと怒られますけどだってあの面接の時にね あの第一志望はどこですか「はいこちらです」っていうふうに言っていただかないと公務員でも内定が出ませんからどこの面接でも「はいこちらが第一志望です」っておっしゃっていただきたいんだけれどそうするとやっぱりあの実はこちら行くことになったので辞退させてくださいって言った時に「いや君うちが第一志望って言ったよね」みたいなことは言われますけどだからといって別に訴訟になったりなんていうことは一切ございませんからやっぱり先輩たちいろいろ受かった中で最終的にここに行こうっていうことを決めるんですこれですね実は。 最初からここに行こうって思って一生懸命勉強していた方がですね実際面接なんかを受けてあのそこで変わる方もいらっしゃるんですね複数合格いただいた後に「すごくここが良かったこっちの面接感あの今とつこう自分と噛み合わなかったのでやっぱりこっちに行きます」とかよくよく考えたんだけれど、まあ、いろんなことを考えてやっぱりこっちかなとかやっぱりですね本当にここを目指して勉強してきました でみんなあの一生懸命勉強するんだけど面接をこう受け終わって複数合格いただきますとちょっとやっぱりこっち行きますっていう方も結構いらっしゃいますよ。なのでやっぱり万全の筆記の勉強とそれから面接の準備をしながらでそして複数合格をいただいた後 じっくり皆さんはですねどこに行こうかなっていうことをご両親なんかとも相談しながらお決めいただくとよろしいんじゃないかなというふうに思いますそれではじゃあ数あ,る数ある予備校の中でですね皆さん先輩たちはレックを何で選んでくれたのかなっていうところをちょっと紹介していきたいと思いますこちらがですねレックが選ばれる8つの理由というところこちらをちょっと説明させてください なぜ先輩たちはレッコ選んだろうえレッコ選んだんだろうっていうところで。 皆さん多くの方がおっしゃっていただくのはやはり充実ししたフォローシステムだといいうことを皆さんおっしゃいます筆記は自分であのやっぱりコツコツやっていけばなんとかクリアできると思うんだけれどやはりその勉強の,そのスケジュール進め方であったりとかそれから面接対策どんなことをやっていったらいいのかこういうことがとても心配だじゃあ論文なんかは何回も添削してもらえるのかなとかねやっぱりそのなんていうんですかねナビゲーターというか 共に歩んでくれる人がいるかどうかっていうことは、やっぱりとってもとってもその勉強していくときには大事なのかなっていうふうに思うんですね。で、その中でまあ担任制度っていうものがレックでは大変充実しています。 ちょっとこれを他社さん比較をしたら恐縮なんですけれども他社さんなんかですとこの担任の予約もなかなか取れないというふうに伺っております r e クではですね担任がともに皆さんとまあ一緒にあの伴走してくれるどんなことを伴走してくれるのかというところなんですけど まずはですね、始めたときにどのように勉強していったらいいのかなっていうことがもちょっとこう悩みの種になると思うんですよね。科目も多いし、あの大学でもあのサークルも自分あのこれからあの一生懸命やっていくところだし、アルバイトもあるしということで。 まあそういった時にまあ担任にご相談いただけましたらばじゃあこんなスケジュールでやっていきうまう、あ、こういうまずはご提案も当然お一人お一人に合わせてですねお一人お一人の事情に合わせてご提案させていただいてます。それからもちろん科目質問もできますしそれからそれぞれの担任が毎月ですねホームルームっていうものをしています。で例えばそのホームルームとかですと、えー、通学生だ、えー、通学生じゃ、まあ、なくても通信制もご利用いただけるんですがまずは一緒に頑張る友達を作ろうと それから直前期になったらば、えー、時事対策をやってみようとかそれから、えー、真ん中ぐらいのところでじゃあ論文対策のいろはをまずちょっとやってみようかとかそういうあのホームルームをやっています。でそしてその個々のホームルームに参加することでまずは情報を得るそれから一緒にやっていく仲間を得るそれからもう一つは、えー、モチベーションを高める。 まあこういったさまざまな効果がまあホームルームにもあると思います。えー、これは通信制で通信だけのお申し込みの方もご利用できます。それから当然もう本当にここ大事なところなんですけれど、さあいよいよね、まあ論文やそれから面接。近年この論文や面接がめちゃくちゃ重視されてるんですけれども、じゃあそれもマンツーマンで。特にやっぱり今皆さんはあのなかなか自分自身をうまくアピールできないという方が多いんですね。 あの例えば公務員ではどのような人物が求められていてどのような人が合格していくのかっていうことはもう担任はもう熟知してるんですでそうしますと皆さんが作ってきた自己 PR を見てですねあこれは確かにあなたが頑張ったことなんだけれどもちょっと公務員ではあまり高く評価されないよこっちの子あのもっとほかにどんなことやってきたとかねえそういったその個別の,そのヒアリングを通じてあそれはいい経験してじゃない。 にしみたいなしなさいよというかしたらいいんじゃないかなとかそういう個別にですね皆さんとヒアリングをしながら自己 PR であったりそれから志望動機なんかも考えていてくれる本当にこの担任がですね皆さんと共にあの最後までサポートしてくれるこれが本当にレックの大きな特徴だと思いますそれから例えばちょっと後でご紹介しますけれども近くにレックの本校がないとかなかなかそのレックの本校に行く時間がないという方も 教えてチューターというものがございましてそこで同じように担任講師のようにですねチューターが皆さんと寄り添っていくこのようなことでバッチり従前のフォローサービスをしております。 それから講師陣ももちろん優秀な人物がたくさんおりますしそれからテキストにつきましてもあのちょっと後でパンフレット見ていただきたいんですがやはりコンパクトに必要なことがまとまっているというふうに書いていただいた合格者がいらっしゃいます。もう本当にですね公務員試験もちろんですよ全部やったらいいに決まってるじゃないですか。 こんだけのそれぞれね今さっき見た科目ごとにものすごくどっさり勉強ってありますよね。でその中で過去に出題された範囲だけでもやっぱりこんぐらいはあるんです。じゃあ過去に出題された範囲を全部テキストに載せておいてですね「はいこれやんなきゃ分かんないよ」って言われたらどう思いますかちょっっととと予備校としててはははは私は無責任だと思いいます、えー、やはり6割取っていく教養では 専門では特別区なんかやっぱり7割取りたいですけれども、一般的な国家公務員になったらやっぱり6割突破っていうのが絶対になってくるんですね。で、そういったところでですね、じゃあ20年に1回しか出てないことを覚えてくださいというふうにテキストに書いてあると迷いませんか？これ全部覚えるのかな？全部無理、全部覚えるのは無理だなっていう形で途中でやんなっちゃうんですね。やはりテキストの中にはもう皆さんが合格するために必要なことをピシッとそれだけがまとまってるっていうことがとっ とてても大事かなというふうふに思っております講師もそうなんですけれども本当にそのテキストぜひお手ににって見ていいいいたただきたいなとううふうに思いますそれから「時事対策ってどうやっていくんだろう?」っていうふうに思っている方もいると思うんだけれどやっぱり時事対策はですね毎日新聞を読むということがもちろんなんですけれどもただ新聞を読んでいるだけでは正直時事の問題ってなかなか解けないです。というのも、えー、時事の問題を見たときにですねあなんとなくこのニュ,ニュース読んだな。 読んだ読んだ読んだ。読んだ読んだ えでもどれがまれどれが罰だみたいな感じが時事の問題なんです。なんであ聞いたことあるでまれ罰ができるかって言ったらちょっと難しいんですね。なのでレックではもちろんあのテキストとそれから時事の講座っていうものはもちろんあるんですけど、これが時事白書ダイジェストっていう講座がございますがそれプラス時事ナビゲーションというものを皆さんにご用意しています。でこれは長年ですね時事を公務員で問われる時事を研究してきた講師が公務員で問われる 言われるのはこのニュースだみたいなのをピックアップして皆さんのスマホに配信してるんですねですのでこう無駄がないです正直申し上げてでそういったその時事をこう,うまくその時事ナビゲーションでですねあのうまく使っていただくとあの自分でこうちょっとあの言ん,んですかね後で見たいなみたいなものもすっとこう後で見れるような形になっておりますのでこれも大変使いやすいです。 であのやっぱり電車乗った時なんかついついいスマホに手が行きますよねでそういった時にじゃあ何でしょうこの時事ナビなんかを見ていただくととってもよろしいですでそういった形で皆さんが無理なく合格ラインに到達できるようなカルキュラムやそれから時事ナビゲーションなどもご用意しておりますしそれから模試も、えー、それぞれの試験に合わせてご用意してますそれからコースにはいわゆる統一模試みたいなものですね どこを受ける時にも必要な科目をあのしっかりできてるか。 確認しましょうみたいなもしはもうコースの中にお値段込み込みで含まれておりますそれから面接対策こちらがですねやっぱりレックを先輩たちがレックを恨んでくれた理由の2つ目の理由になりますフォローサービスがあの充実しているということともう1つはこの面接対策が充実しているというところなんですねじゃあこの面接対策っていうのはレックではどのようなことをしているのかというところなんですけれど こちらが54ページになりますとにかく他社さんとは本当に面接対策に関しましてはもう本当に全然違うというふうに言わせていただいてよろしいですかね。あのちょっと一緒にしないでくださいというぐらい全然違います。えー、まずはですね まあレックの面接対策っていうのはこうだん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 一からだんだんあのやっていてまて最後本番と同じような形でやっていただけるようなますまずは先ほど申し上げましたようにえ担任相談のところでまあ今までのご自身のね経験を踏まえてじゃあこういう自己 PR を作ったらいいんじゃないかなとか志望動機はこう考えてごらんこれちょっと自分自身でも調べてみて自分で何がやりたいか公務員となって何がやりたいのかちょっと 自分でも見つけてごらんとかね、そういうアドバイスをしながらですよ。で、その次にまあ講座っていうものも,もちろんありますけれども、一般的な公務員では一般的というか公務員ではどのようなことが聞かれて、エントリーシートにはどういうことが書かされるのか、で、そしてどんな準備をしていったらいいのかという講座ももちろんあります。で、そして都道府県ごとにですね、どんな課題があってどんな政策をしているのかっていうようなことを都道府県面接対策講座の中でやっていただけますし、さらにはですね、じゃ実際にエントリーシートを書いて 見てみたのであの添削をしてほしいという時にリアルメイスシミュレーションの分析編というものがございますで、この分析編というのは、えー、キャリアコンサルタントの方がですね、ちょっとこの志望動機はあのちょっとやっぱり抽象的じゃないのとかそういう添削をちょっとしてくれたりしますもちろんこれはこの時点でも担任相談のところにエントリーシートを持って行っていただいて添削も何度でも可能ですやっぱり10回20回やってやっと1つのそのエントリーシートができるかなっていうような本当に そこまでいいものを作って実際本番に臨んであの面接に臨んでいただきたいんですね。 面接は面接カードに沿って公務員試験の場合に聞かれますから面接カードの出来不出来によってもう面接が全然変わってくるんですですから面接カードを仕上げるまでに、まあ、これだけのステップを踏んでいただいてもちろんその間担任相談何回も何回も何回もご活用いただくということが可能ですでその上でさらに本番さながらのリアル面接シミュレーションというものをご用意してますまずは簡単にでですね担任相談のところで ちょっと軽く面接練習してくださいっていうふうにおっしゃっていただければ担任、えー、ブースのところでですねじゃあちょっとやってみようかっていうことでじゃあ君なんであの公務員目指したのとか。 そういうい形で簡単な面接あの模擬面接ももちろんさせていただいてるんですけどこのリアル面接シミュレーションというのはですね本当に本番さながらに皆さんにスーツを着て来ていただきましてでここが本当に大きなところなんですけれど私たち講師はですね今までどういう方たちがどういう志望動機やどういう自己 PR をしてあの一位合格したとかちょっとこう残念ながら残念な結果になっちゃったんだと いろんな情報は持っておりますでただやはり私たちは、えー、予備校の講師ですので最後の最後のところではやはり元公務員の方にしっかりあのチェックをしていただくというのが、えー、リアル面接シシミュレーションなんですで従いまして、えー、大手企業さんの人事の方も含まれますけれども、まあ、なら長らく元公務員の方やそれから企業さんで、まあ、人事を担当してきた方、えー、とこういった方にですね最終的な面接をご担当いただいてます。これはも レックのみですねなので個別に担任相談をしながら皆さんの面接カードを仕上げていただいてそして最後の最後はリアル面接シミュレーションで本番さながらの元公務員の方々に面接をしていただくこのような形でもう万全の対策をとっております。 まあ皆さんどこの予備校もですね今は面接対策に力を入れているっていうふうにおっしゃっていると思うんですけれど、えー、特にあのレックはこの面接対策に最初にものすごい力を入れたっていうのがレックであるという自負がございます。やっぱり皆ささん一生懸命勉強されれててですね引き合格してこられる でそしてじゃあその後はみんな頑張れみたいにおあの、ねえー、みんな頑張ってきてねではやっぱりちょっと私たちとしては足りないんじゃないか、まあ、そういう思いからもうかなり早い段階から、えー、面接に関しましてはレックは力を入れてまいりましてでついにこの段階に、えー、リアル面接シミュレーションに至ったんだというふうにあのご理解くださいで。このリアル面接シシミュレーションではでではすすね本、えー、本当にその、あのー、本番さななががらなんですが もう一つ他の予備校さんと大きく違うのは。 一次合格の前から、えー、このリアル面接シミュレーションというものをお受けいただくことができます。なので比較的やはり一次の筆記試験の前というのは、えー、リアル面接シミュレーション空いてますのであの枠がね。だからそういう時にどん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 練習もできますよ。それから何回でもコース制でしたら、えーもえー、模擬面接を受けることができます。やはり都庁とか特別区の後は若干混むんですけれどもやはり私たちは皆さんにコース制は回数制限なしということを、えー、お約束しておりますので。 その時には枠も非常に増やしてですね皆さんがお受けいただくようにしております。そして動画で撮ってるんですけれど皆さんが面接をしてる間をこう動画で撮るんですね。それを iPad で撮ってですね実際皆さんとそれを面接官が2人で見てそしてほらこの時ちょっとかなり動揺してるのが出てるよねとか自分でこういうふうに言ったのを覚えてるとか、まあ、そういうことをこう客観的に自分自身も見れるので、まあ、正直これはですねあの最初に見た時には相当皆さんし みたいでもそれをですね何回も何回もやっていくことで当時本当にもう泣きながら泣いちゃう方もいらっしゃいますもう本当に自分がこう不甲斐なくてでもそれでも先輩たちみんな頑張ってですね最後は合格を勝ち取っていただく、まあ、そういった本当に実践,あの実実践さながらなリアル面接シミュレーションがございますしそれからこちらもですね、えー、ご,ご自宅の都道府県にレクがないっていう方は ウェブでこのリアル面接シミュレーションを受けていただくあのテ,ビレテレビカメラみたいなものをつないで,です、ね、やっていただくんですがこれ結構ご自宅でやるんですけれどあの本当にやっぱ緊張しますよ皆さん実際にやっていただくとなんでこれも大変ご好評をいいただいてます、まあ、とにかくこういったです、ね、あの最初から最後までどのように勉強したらいいのかなっていうスケジュールのところからそれから実際に、えー、本当に3年生4年生になった時の面接対策まで。 皆さんとともにこう担任が一緒にあ,あの進んでくれますし、それから面接は本当にあの早くからレクは力を入れてまいりましたので、もう万全の対策を取っていただけます。もちろんその彼から目についても絶対の自信を持っておりますので、ぜひ皆さん始めるならレクでっていうことを、えー、ちょっと皆さんにお願いしたいかなというふうに思います。じゃあ1、2年生から始めるのはまあどのようなあのコースがあるんでしょうっていうことなんですけれども。 まずは、タイプ別公務員試験合格プランというところを、パンフレットの18ページにございますので、ちょっとこちらご覧ください。まず、大学1年生から、ちょっとでも少しでも早く始めたいなって思っている方、ただですね、この大学1年生はさすがにちょっとコースは早いので、大学1年生入門パックというものをちょっとご用意しております。これを、本校のなどで、チラシなどでちょっと置いてあるところがございますので、 ちょっと本校レックの本校に行ってですねお問い合わせ頂ければなそして本格的な勉強は2年生から大学1年生の時にはじゃあ面接でそんなにたくさん自分自身について聞かれるんだったらばいろんな経験をしておこう。 それから大学の勉強もすごく大事で,しょ大学の勉強もですね先ほどこう公務員ではこんなものが出題されるんだっていうことを、まあ、皆さんにお知らせしたわけですから、まあ、大学1年生は2年生になる時の履修科目の中にじゃあ公務員試験で i u 科目が出るんだったらは履修の中にこう自分自身大学の履修を入れてみようえそういうふうにちょっと思ってくださいね。でえ自分自身の面接の時にアピールする場面というのは3つ必要になるんです。 まあ3つは最低っていうこと、えー、例えば大学の勉強こんなふうに頑張りましたゼミでこんなこと頑張りましたアルバイトでこんなこと頑張りましたサークルでこんなこと頑張りました最低3つです。でサークルに入ってませんという方はじゃあボランティアでとかねそれから、えー、地域の,その子どもたちにサッカーを教えてますとか、えー、高校の後輩のに野球をしに行ってますとかそれもちろんいいです。ととにかくいいろろなな年代の人と関わりながら いろんなところで自分がいろんな経験をしている、それが三つ以上ポケットがあるということがやっぱり求められてくるので、いろんな経験をするっていうことをちょっと大学一年生は考えてください。で、レクの方向にぜひお越しいただいてですね、この入門パック、まずは数的処理ってどんなものかな、えちょっとやってみていただくとよろしいと思います。で、大学二年生はですね、先ほど学生さんはもう三分の一ぐらいが早くから進めてますというふうに申し上げましたけれど、二年生から始めるコース っていうものをご用意していますでこの大学2年生から始めていくコースっていうのはまずは重要科目を最初にきっちりやって。 3年生になったらもう一回その重要科目をやるんですけれど重要科,科目っていうのは習得に時間がかかる先ほど申し上げたように数的処理は何回も何回も繰り返し同じ問題を解かなきゃいけないですし経済もそうですそれから民法はドーンと暗記することがあるんでしたよね。なので最初にそういった時間のかかる科目をまずやっていきながら3年生になったらもう一回同じ科目をこうしながらじゃあ発展的な問題も解けるようになっていこうっていう形になるんです。 じゃあこの、えー、2年生向けのコースってどのようなものをご用意しているのかっていうと、えー、これがですね2種類ございます。まあ細かく言うと4種類あるんですけれど、えー、こちらがパンフレットの、えー、86ページです。えー「2年パーフェクトスペシャルコース」っていうものと「2年パーフェクトコース」っていうものがございます。 でそれぞれ、えー、2年パーフェクトスペシャルコースに教養強化オプションというものがつけられるものとそれから2年パーフェクトコースに教養オプションがつくものだか細かく言うと全部で4つですじゃあ2年パーフェクトスペシャルコースっていうのは何かっていうとですね、えー、これは3年生になった時のコースが変わってくるんです。 え、3年生になった時のコースというものが、スーパースペシャルコースに3年生になった時にご受講いただくのがパーフェクトスペシャルコースになるんですねそしてパーフェクトコースというのは3年生になった時にスペシャルコースというものをご受講いただく方がこちらのパーフェクトコースになるんです。じゃあスペシャルスーパースペシャルコースってどういうものかって言うと、レックにデックでご提供している講座。これを全部。 あのいわゆる国税専門官であっても裁判所事務官であっても今まだ自分自身がどのようなこの志望を将来的に持つか分からないだったらレックで入っているものは全部ここであの含まれてますよっていうのがスーパースペシャルコースなんです。ですから一般的なその行政職にあの県庁や市役所をプラスして国家専門職や裁判所事務官とか。 そういういのも全部労働基準監督官とか、まあ、それでその国家専門職や全ての,あのものに対応できる全ての講座が入っているのがこのスススーーーパースペシャルコースなんですねでそれに対してあまり専門職は考えてないやっぱり自分は自治体中心で併願をしていきたいんだ、まあ、そういう方がまスペシャルコースをご利用いただければいいのかなというふうに思います。 それぞれあのその3年生の時のコースが違うんですね。2年生の時にやることは基本的には一緒です。じゃあどんなことを2年生の時にやっていくのかっていうと、これが先ほど申し上げたように公務員の中では重点科目をやっていくんですね。 インプットといたしましてはまずは公務員の基礎の基礎ということで数的処理に入っていく前にですね高校までの算数数学の基礎をちょっと思い出しましょうというのが数的入門でそれから経済にはちょっと微分が必要になってきますので経済言論を解く経済言論の問題を解くときに必要な数学の知識こういったものをもう一回思い出してくださいというのが基礎基礎です。 それから教養マスターや専門マスターというのは先ほど申し上げた公務員試験の中のコア科目なんですね。でこういったそのコア科目をですねしっかりまずは2年生から始めていきましょうということなんです。でそれぞれの科目に特に暗記系の科目につきましてはウェブでチェックテストというものがついてます。ままず1つ回1 1回が2.5時間のの講義になってます憲法10回というのは 2.5時間の講義が10回あるんですけれどレックの場合はその2.5時間の講座が、えー、30分ごとの5ユニットに分かれてるのでとてもやりやすいです。 そういった細切れのところでこうコツコツと積み重ねていくんですけれど、えー、この憲法であったりそれから社会科学なんかは、えー、そういったユニットごとにですね1回お見終わったらばごめんなさいユニットごとじゃないですね1回ごとに1回終わったごと2.5時間終わったごとにウェブで丸ツのチェックをやってですね自分自身がその講義を理解できてるのかなっていうことをチェックしていただくことができるんです。 でさらには、えー、そのあとに実際に過去問に入っていく前に、えー、数的プラクティスそれから経済言論プラクティスっていうものをやっていただきまして実際にじゃあ問題本番に近い問題をちょっと解いてみようっていう形で、えー、問題を解いていくんですね。でその後は、えー、講座としておあの教材としてお届けしている解きまくり、えー、これをどんどん過去問を解いていきましょうっていうのが、えー、流れになってくるんです。 そして中にはですね、デジタルホームルームであったりとかそれから教養オプションの場,オプションの場合には共用セレクトとしてちょっと日本史や世界史や生物や地学などこういうものも始めあの早めに始めたいという方のためにオプションがあります。私が思うにですね最近この教養が弱い方が大変多いんですね。専門科目は皆さんすごくあのできるんだけれど教養で足切りになっちゃうような方が結構多いと思います。 ですのでもし今から始めようという方はこの共養オプションもご検討いただけるとよろしいかなというふうに思いますよ。それではジャレ r の講座はもちろん通学もしていただけるんですけれど通信も大変充実しております。じゃ通通信教材とそれから通うといういのが、 同時並行でもちろん、えー、通っていただいてもすべ、えー、ての講座にあの通信教材というものがついております。えー、ですのでまずはみんなと仲間を作りながら切磋琢磨してとていう時には、えー、ちょっと60ページ見ていただきたいんですけれど、えー、通学していただくということを選びいただいても大丈夫です。でただ通学をでお,お,お,お選びいただいてもですね休んでしまった時や、まあ、曜日によってはなかなか行けない授業があって行けないみたいな日もありますよね。えー、そういった時に で、全ての講座に web の動画と音声ダウンローダーがついておりますので、安心してあのあの帰ってきてください。で、このウェブ動画はスマホでも見られますので、これ本当に。 本当にご好評いいただいてます生講義を取ってるわけではございませんので今皆さんがご覧いただいているように専用のスタジオで撮ってますので画像音声も大変クリアですそれから通学に関しましてはテキストが一括して、まあ、皆さんのご自宅に届きますのでご自宅に届いた教材を持ってどこの校舎でも別に予約なしに行っていただけますですから後でこちらの白い写真の方でじゃあ自分はどういうふうな校舎に通えるのかなちょっと見てください どこに通っていただいても構いませんえ乗り入れがどこでも自由にできますこれがレッグで可能なのはテキストが共通してるっていうことなんですねなのでどの校舎でも同じテキストで講義をしておりますのでご自宅に届いたテキストを持って是非いろんな校舎に行って授業を受けていただければと思いますそれから通信教材が充実しているというふうに申し上げましたのはスマホでも見れますしそれから専用のこうしたスタジオで撮っておりますのでえテキスト そ本当にクリアにですね。今どこのテキストをやってるのかっていうこともわかるんですね。それからもう一つは先ほど申し上げたように、1回が30分ごとのユニットになっておりまして、これが大好評なんです、えー、正直、私どもはですね。これを導入した時に、まあこんなのすぐ終わ。あのまた元に戻るんじゃないかな。90分講義になるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれど。 これが受講生の方にめちゃくちゃ好評なんですね例えば学校行く前にちょっと30分だけ見るとかあのやっぱり私たち途中で止めればいいじゃないって思ってたんですけれどやっぱり区切りのいいところでピタピタっと終わっていくのがなんかこうすっきりしてやっぱり勉強進みやすいみたいなんですですからその1回2.5時間の中が30分の1ユニットで分かれておりますので回数にこだわらずにですね2ユニットずつ1時間ずつ見ていくっていう方もたくさんいらっしゃいますこれ本 本当にご好評いただいてます。それからもう一つはメイン科目は講師が選べるっていうところも、えー、大変やっぱりあのいいところかなっていう他社さんにないところかなっていうふうに思います。えー、数的処理一つとってもいろんな解き方がございますから、まあ、いろんな講師をこうあの見ていただいて、そして自分に合った解き方っていうのをマスターしていただけますし、それから。 関西の方はですねやっぱ関西弁の方がなじみがあるっていう方はあの関西の講師をセレクトしていただくということもあのされてる方も多いみたいですそれから自分が知ってるところとよく分かんないところっていうことで倍速機能がついてますので例えば自分自身大学受験でやった科目だなこれはみたいに思った時もこの倍速機能を使っていただければですねさささっと講義を受講し終わるっていうことができるんですね。そししてじゃあ通信だっったたらどうしようよ困った時には どううしたらいいんだろうということで、まあ、全ての講座に教えてチューターというものがついておりまして、えー、通信でも質問ができるようになっております。ですからお近くに担任があの本校がないような時でもこの教えてチューターでじゃあスケジュールどうしたらいいですかとかね面接の志望動機こんなふうに考えたんですけどどうでしょう、まあ、こういったことにもお答えしています。とにかくまあレックはまあ教材や講師はもちろんのことと思ってくださいね。えー、教材や講師はもちろんのこと ご自身と一緒に一緒にずっと進んで歩んでくれるまあ担任制度が充実していますそれから面接は本当にピカイチです、えー、フォロー制度や面接でもうぜひそれから公務員試験というのは今お話ししてきたようにものすごく科目が多くて勉強の時間が大変かかります でいろんなことを情報としてあのやはり試験勉強していくうちに就活なので情報をいろいろ皆さんはゲットするということができます。もう本当にいろんな情報がレクから皆さんのところに配信されていきますのでもうぜひ始めたいと思った方はレクをお選びいただければ幸いです。さあ皆さんこれから一緒にぜひ始めていって皆さんが本当に理想と考えている公務員を目指して一緒に頑張っていきましょう。それでではは本日は以上です